ホーリネスの群話は、日本キリスト教団の中のホーリネス系の組織の一つ。余恵の福音に立っているのが特徴。1897年日本メソジスト教会の伝道者であった中田茂春は、ムーディー聖書学院に留学後、帰国後メソジストの巡回伝道師になった。1901年中田はメソジストを離れ、チャールズ・イー・カウマン夫妻と共に、神田神保町に、 中央福音伝道館と聖書学校を設立した。後にアーネスト・エイ・キルボン、笹尾哲三郎もこの働きに加わった。1905年には東洋宣教会という組織になる。1917年東洋宣教会日本ホーリネス。教会となり各地の伝道館は教会を故障し、従来の超強派的伝道団体から一つの 教団組織になり、中田はその初代監督に就任した。1933年、中田茂春の特殊な再臨信仰の指導のために、信仰上同調できなくなった聖書学院のご教授は、中田監督側と委員側に分かれて対立した。1936年は教分離が成立し、日本ホーリネス教会はご教授支持派の日本聖教会と中田支持派の 清め教会とには今日分離した。1941年自主的に行動して、日本キリスト教団を組織した。日本正教会は、その第6部、清め教会は、第9部として、これに加わった。1945年11月8日に空襲で、焼け残った日本橋都心教会で、復興感謝大会を開き、日本キリスト教団内でホーリーネスの群れとして、 ホーリネスを再建することを決め、組織と規約を審議した。1947年には電動車育成のために、東京聖書学校を設立した。1949年6月 F サベージの来日により、東洋選挙会からの協力の申し出があり、教団に泊まっていたのでは、ホーリネスの信仰を保てないと判断した人たちが、車田修司山崎邸、修、 お原のを中心として、日本ホーリネス教団を結成した。一方、日本キリスト教団にホーリネスの群れとして泊まって、強固な団結をもって、ホーリネスの信仰を保つことを目指した人々は、お原十三氏、一宮正吉、小出忍を指導者とした。1954年群れの教職者養成の東京聖書学校が、日本キリスト教団認可の神学校になった。 学校は、小原十三氏が巻き返していた淀橋教会校内にあり、校長は、小原であった。小原没後は、小出忍が校長となった。1980年東京聖書学校は、東京キリスト教短期大学より、東久留米市の土地を購入し、淀橋教会から東久留米に移転。この頃、いわゆる、教団問題に絡んで、 福音主義協会連合は独自の教師試験を行い、アンシュレーを行った。東京聖書学校卒業生からも、教師試験、アンシュレーを受領する者が多数あった。ホーリネスの軍に属する教会と、牧師から教団を離脱する動きが起こり、そのことで、激しい議論が数年間続いた。日本キリスト教団を離脱しようと試行するグループは、ホーリネスの軍福音同士会を結成。 独自に教師試験を行った。1987年ホーリネスの軍協会連合が離脱し独立する。1988年さらにホーリネス福音同士会が離脱し独立する。1988年にはそれらの団体の教職要請のためウェスレアンホーリネス新学院を設立した。1992年ホーリネスの軍協会連合と ホーリネス福音同士会が合同して、ヨドバシ教会のミネのリュウらにより、ウェスレアン・ホーリネス教会連合、現、ウェスレアン・ホーリネス教団が結成された。1994年東京聖書学校の卒業生が、日本キリスト教団の教師となる者、福音同士会の教師となる者とに分かれ、学校教育の混乱が伴ったため、東久留米の校舎を売却することを決定した。 埼玉県吉川市に移転。東京聖書学校は原登が校長となった。現在はくたらげ和ず町。山崎は死を日本キリスト教歴史大辞典1293ページ。ありがとうございます。